今ここはですね、北海道の最北端にあたります、宗谷岬でございます。実質的なこの日本のですね、北海道だけでもなく日本の最北端宗谷岬でございます。一応こちらも目の前の海は、これ日本海とオホーツク海ですね。左側が日本海です。そして右側がオホーツク海ということで、まあ、晴れてればこの樺太が見えると言われてますけど、まあまあ距離があるので、根室の納沙布岬のようなですね、目の前に国後島とか、トロフトがあるっていうところとはまあちょっと違うと思うんですけども、いよいよですね、この島と来ているという感じで、ちょっと感慨深いものはございますね。天候は曇りなんですが、相変わらずやっぱり風が強いですね。この辺りは非常に風が強いです。でまあ、周辺には観光施設とちょっと古い公園とないですね、が見えます。もうちょっと近づいていますが、おそらくまた、松浦さんでしたかな、竹四郎さんの銅像がおそらくこれ見えると思うんですけども、ちょっと近寄って見ています。観光客の人も、まあ、今日は月曜日なんでパラパラという感じですけども、やっぱり若い方中心ですね、来てます。神谷林蔵さんをもう一回見に行きます。ライトアップするんでしょうね。 夜はライトアップするんでしょうね。明かりがありますけども、で神谷林蔵さんです。林蔵さん、今間宮海峡って有名な方なんですが、まあ、この銅像は、まあ、随分かっこいい男の男性の銅像になってますけど、まあ、間宮林蔵さん樺太まで行って樺太から当時のですね、中国まで行って、間宮海峡、
海峡が海峡であるということを発見した世界で初めての、あ、世界ではじゃないですね、日本では初めての方です。これが宗谷岬公園ですね。こっちがお土産屋さん、あ、ちょっといい記念塔みたいなもんでしょうね、たまには。はい、ということで、ちょうど今、バイクの、このツーリングする人も随分多いですね、ここは。はい、ということで、宗谷岬です。